北俗期とは、北ベトナム最初の統一王朝である、クレアサが建国されるまでの間、ベトナムが中国の小王朝に服属していた時期である。一般的に、全漢の武帝が、孔子軍、旧神軍、日南軍の三軍を甲州に設置した、紀元前111年から、五県がクレアサを建国した939年までの時期を、さすが、旗の将軍だった。 朝卓が建国した南越が北、ベトナムを支配した紀元前に世紀を始まりとする場合もある。北俗期は第一次、第二次、第三次の三つの時期に分けられる。ベトナム人にとっては屈辱的な時代と捉えられており、五霊長期に編纂された首相、大越式前書においては、劇、前編といった新生の国史が始まる前の前段階として、 扱われている。従前は、ベトナムは、中華王朝の支配下で、多くの文物を吸収し、寒化が進行する中で独立を達成した時代と、考えられていた。これに対して、独立の初期までは、他の東南アジア地域と同じように、ベトナムにも、独自の社会が存在していたとする意見も出されている。中華王朝の支配領域は、平野部に限定され、山岳地帯には、 無音族、大族などの感化が及んでいない民族が居住していたと考えられている。文献資料が乏しく、考古学的資料の発見による解明が待たれている時代である。文献資料としては、大越で編纂された詩書のほかに、中国の小王朝で編纂された聖誌に収録されているし、将来公衆の統治者の列伝、水慶中などの地理書が挙げられる。 発掘調査によって、北族期前の南越の支配制度が及んでいた。範囲、流編などの五感以降の行政の拠点と否定される。以降、ハノイのアンナントゴフ時代の遺跡などが確認されている。紀元前2世紀頃、南越が北、ベトナムに存在していた王を併合する。紀元前111年に南越は、艦の攻撃を受けて滅亡する。艦は北。 ベトナムに設置した高鎮軍、急進軍、日南軍と、現在の中国に属する6つの軍を合わせて、甲州を設置した。南越は、関と同様の中国人の国家であるが、ベトナムには代理の総督を置いて、土着の封建勢力に統治を委任する、間接統治を実施していたこと南越が、間接的に支配していた王は、国家に相当するか。 原始的な存落の集合体ではないのか、中国を派遣国家とみなし、派遣主義を取った全韓の支配を中国支配の始まりとするべきか、ベトナム人が南越の統治時代をベトナム市に含めて北属機から除外することがあるのは上記3点、加えて韓の攻撃に抵抗した南越への共感に基づくと考えられている。支配当初、韓は 公衆に存在していた無事な公と無事な省という組織を利用して統治を行っていたが、やがて官の行政制度を適用するようになり、中央に任命された死死、死死の下にある大使が統治を行った。だが、官は在地の人間に報道を与え、統治を委任した地域も依然として存在していた。全官の統治下に置かれた北、ベトナムには、南海の復帰を求める官の管理、 商人が移住した。移住した官僚とその子孫は次第に土着化していき、在地の封建勢力とともに支配階級を構成する。官から派遣された統治者の中には寛大な政治を行って民衆から慕われたもの。王網の三脱と同じ時期に高鎮大使を務めた鈴光は中国文化の普及を進め、儒教をベトナムに導入したと言われている。鈴光は 中央の混乱を避けて、公衆に逃れた管理と学者たちを受け入れ、彼らの進言に従って学校を建設し、官と似た行政制度を導入した。40年、ハノイニシュの土着の主張の娘である印姉妹が、五官の統治に対して反乱を起こす。印姉妹の反乱は、強権的な艦の講師である、に対するがデルタ土着の農耕民の反発であり、 関東地前からベトナムにあったドンソン文化の漢文化への抵抗が背景にあったと考えられている。42年に五貫の将軍、馬園によって反乱は鎮圧され、馬園の下で黄河デルタと高生を結ぶ陸路、黄河と雲南を結ぶ水路が建設された。馬園の下で土着の無ジな将の土地は再編され、抵抗する無ジな将たちは中部で安まで、 漢軍の追撃を受け、3000から5000人の無事な兵が斬殺された。印姉妹の反乱の後に、無事な省制度は廃止され、公衆に、県制度が導入された。無事な省に代わって、遠征に随行した、官人や官人を祖先に持つ人間が、行政に携わるようになり、漢の直接支配が確立された。44年、反乱の平定を終えた場園は漢に帰国した。 ベトナムの民衆は、艦から課せられた重税と、労役、同化政策に苦しめられたが、同時に、艦から導入した農工業の技術により、産業はより発達した。艦の支配下で中央から、公衆に派遣された、死死、大衆の可憐中級に対して、ベトナム人は、反乱を起こし、軍事拠点や、皇帝の私有地を攻撃した。159年と161年に、 天竺国の使者が日南軍を訪問166年には大神国王アントンの使いを名乗る人物が南海の産物を携えて日南に来航した。韓の政治勢力の拡大、南海の特産物の需要の高まりに伴い、ベトナム中部の在地勢力の独立の意識も強くなっていった。192年頃、日南でクレーンが王を称して自立し、 林友国が建国される。関内には最大でダナンまで支配が広がっていた可能性もあるが、林友の建国後、中国の支配領域は北に後退していった。184年にベトナムの民衆が死子の周明を殺害し、朝廷に周明の暴政を訴え出る事件が起きる。中央から新たな死子として派遣された仮想は減税を実施し、 仮層の次の志士には、公衆出身者である、リススムが任命される。甲が出るた、関東では、在地中国人の独立した政権を求める機運が高まり、184年頃に、五官から高鎮大衆に任じられた師匠は、北、ベトナムに事実上独立した政権を樹立する。師匠は、南海の特産品を独占し、真珠、翡翠、ガラス玉、 対米などを呉に献上した。226年に、師匠が没し,した後、呉は高鎮を支配下に収める。5は、師匠の支配地を高州と、高州に二分し、中国と、師匠の死後に、高州は衰退、個数は減少し、高州の中心地はから流辺に移った。248年、旧進で、長子帝が呉に対して反乱を起こし、反乱には、 ベトナム人と漢人の両方が参加していたが、数ヶ月で鎮圧される。長子帝の反乱は、ムジナ省による、ベトナム土着の封建支配者層による最後の反乱となった。541年、南朝領が任命した、死死少子の圧制に対して、リフーンが反乱を起こし、少子を甲州に追放する。李フは北ベトナムの混乱に乗じた、林の侵攻を撃退し、 五百四十四年に、劉兵をとに定めて、皇帝を称した。寮から、寮、陳波先らが、討伐軍として派遣され、李奮は、ゲリラ戦術で抵抗するが、五百四十八年に、李奮は亡死、その配下の将軍が後継者の地位をめぐって、互いに争った。上皇服、李仏志らが王を名乗って、南朝陳、隋に抵抗するが、六百三年に隋によって、 反乱は鎮圧される。五世紀のインドシナ半島随の下で、北ベトナムの行政区画の再編が実施され、従前の高鎮の都庁である流辺に変わり、東南アジアと中国両方と水路で結ばれている総大らが新たな都の城に定められた。604年に、公州総管府が設置、679年に、海上交易の拠点である公州の振興のため、島によって、 安南都ゴ府が設置された。党の支配下では、安南都ゴ府は、南海の特産品を中国にもたらす拠点として、機能する。687年に、都ゴ府が実施した税金の増額に対し、立具先と、定県らが反乱を指導し、都後の留園優を殺害した。722年に、梅朱蘭が、関州で反乱を起こし、梅黒三ロミカを自称した。チャンパ。 クメールの支援を受けた、ウメシュクランの反乱は大規模なものになるが、同年に反乱は鎮圧される。8世紀半ばから、トゴフは、シャイレーンドラ、チャンパの襲撃を受けて軍備が増強され、軍備の増強に関わる負担は、現地の人間に重くのしかかった。766年に、氷強と氷外の兄弟が反乱を起こし、ラジオに入場をした、氷強は、特訓を自称した。 790年に、氷強が没死した後、その長子である表康が後を継ぐが、表康は、党の説得を受けて、ラジオを明け渡した。846年に、雲南の南章が安南に進出し、862年に、都語府は南章の占領下に入る。865年に、安南と語契約し、後編による安南奪回が開始され、翌866年に、 高鎮の大螺城が唐の支配下に戻る。後編は大螺の再建にあたって城壁を強化し、城壁が取り囲む範囲は、広大のハノイの中心地域とほぼ一致する。後編の統治下で安南の民衆は唐に教順し、後編は9年の任期を終えて帰国した。百八十年、節度市の底が城府から追放される。唐の没落は、 中国の支配が集結する天気となる。906年にこれまで安南に派遣された中国人に代わり、在地の土豪である極小広氏が初めて節度師となった。党に極氏を抑える力はすでになく、極氏の政権はベトナムに独自の行政区画を制定し、戸籍を作成する。極氏は政権を安定させるにあたって、党の制度の踏襲を施行し、 907年の唐、滅亡後に成立した高領に使者を送り、節度死を名乗る許可を得た。極氏の統治下で安南は一時的に平穏を取り戻し、唐の文物が取り入れられて仏教と道教が広まった。923年に極氏の政権は甲州に成立した難関の攻撃を受けて壊滅するが、931年に極氏に仕えていた妖典芸が、 南韓軍を破り、節度史を自称する。妖帝芸は、部下のイサム公選によって暗殺されるが、938年に妖帝芸の部下であった五賢が、白富士号の戦いで、南韓軍に勝利し、翌939年に王を勝した。北族期はベトナムにとって、屈辱的な時代である反面、文明化が進行した時代でもある。 中国王朝の制度や文物がベトナムに輸入され、現地の人間の漢化、北、ベトナムに移住した、肝心の土着化が進行したと考えられている。この時期のベトナムは一時的に南海交易の拠点として繁栄し、2から3世紀頃までには仏教が伝わった。道教はベトナムの土着信仰に溶け込んで受容され、党はベトナムの支配にあたって道教を利用した。 だが、中国の王朝によって進められた、同化政策は、存落の中にまでは浸透しなかった。中国の統治者のうち、鈴光、忍任のべ、章、と里下ビラは、ベトナムの社会と文化に変革をもたらした人物として、名前が挙げられている。漢の支配下では、漢人の移住と、並行して、漢語と漢字のベトナムへの普及が進められ、ある中世ベトナムの歯科は、 章によって、ベトナムに漢字が導入されたと述べている。しかし、実際は、章が、広州を統治するより前から、漢字は北、ベトナムに伝わっていたとする意見が優勢である。だが、中国の統治下においてもベトナム土着の文化は、生き残っており、第二次北属期の城では、ベトナム独自のドンソン型銅貨を作る集団と、中国系の青銅器を作る集団が共存。 あるいは同じ集団が2種類の器物を製造していたと考えられている。ありがとうございます。